世界で一番乾パンを食べてる男、コウキです。今日は、餓死寸前の俺を大学から盗んできた保存食である乾パンを使い、作ってみようという企画でございます。電気代とかいうね、無駄なものにお金をちょっと使う余裕はないので、で今エアコンを消しててですね、でエアコンを消すことにより、とても寒いんですね、気温が。気温が寒くなりますと、この入り口、ここ玄関なんですけど、玄関からですね、冷気というものが入ってきまして、冷たい気温、冷たい気って書いて、冷気なんですけど、それが、ゴミ箱と段ボールで遮断するという、遮断しきれないということで、本当に寒いんですけど、家賃2万円なんで仕方ないですね。家賃2万円なんで、この家の保温能力っていうのが皆無なんで、そこに関しては妥協するしかないのかなって、もう最近思い始めました。ってことで、今日は、餓死寸前の俺を、大学からパクってきた乾パンである保存食で、命を繋ごうという企画でございます。ではやっていきます。とりあえず、昨日パクってきた乾パンが、こんな感じで、ほらこんな感じでも大量にありますね。机がないんでゴミ箱使わせていただくんですけど、机を買う金なんかあったら食べ物に使うということ。カポーン。これあんま開けると湿気るじゃん。開けたくないんだけど。YouTuber すごいな、みんな。みんな開けてんだな。カポーン。ういっす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 。よし。こんぐらいでいいや。いや、もっと迫力を出すために。もう妥協しねえわ。もう。よし。もっとか。うわ、やべえ。こんな開けたら、しけちゃうよ、こいつら。マジかよ。まあいいや。すげえ。うん。はい、乾杯。すげえ。え、何これ。はい、乾杯。すげえ、カノックスターみたい、俺。ここにも乗せた方がいい。待って、これ何袋分開けてんの俺。マジもったいねえことしてんな。もう金ねえんだから、これ、開けちゃったらどうやって保存すればいいんだ。ジップロック入れればいいか。はい、乾杯。お、いいじゃん。映えてんの、これ。お、崩れる。崩れる。よし。では、いただきます。これで、命、何日分かは繋げられますね。はい。うまっ、うまい、うまい。無理だ、絶対こんな食えない。あ、こっちの方がいい？こっちの方が映えてるかな？こっちの方が映えてる気がする。いただきまーす。口なんかパサパサになる。喉乾く。まあ、水ちょっと飲んじゃうと、水道代がちょっと上がっちゃうんで、あんまり水飲まないんですけど。節水です。水飲まないで、乾パン何枚食べれるかチャレンジ。これ驚きなんですが、なんとエネルギー4枚につき400キロカロリー、そしてタンパク質 7.5g、 脂質 7.9g、 炭水化物 72.5g、 ナトリウム 407g という、とてつもなく完全栄養食となっておりまして、これを食べることにより僕の餓死状態が早く6分のかな、動く。他の乾パンとちょっと味違いますね、この乾パンは。3枚目突入。以前に、粘液嚢胞という、唇にめっちゃでかい水たまり、水ぶくれみたいのができる変な状態になりまして、そして僕手術したんですね。で、手術した時ですね、唾液腺が発達してますねって言われてまして、僕他の人より唾液の量が多いんですね。ですので、こういう乾パンとかを水を飲まずに食べるってことが可能な人間でして、とてもすごい特技です、これ僕の。唾液腺がすごいんで、今3枚食べたに、のにまだ余裕です。もう一気に買った方がいいか。サンドイッチの方が映えるんで、もうちょい開けるか。こっちの方が映えるかもしれないね。4枚目、水飲まずに乾パン4枚目、ギネス世界記録出せるかもしれない。矛盾してるんだよね。貧乏なのにこんな大胆にさ、乾パン食っちゃったらさ、延命できないと思いますよね。普通こういうのって毎日1枚ずつゆっくり食べて、ギリギリ命を繋いだ方が、僕としても、今後のためにもいいと思うんですけど、まあやはり YouTube のためにやるしかない。もう無理。もう普通にお腹いっぱいとか言うより、なんか食べたくない。体が拒絶反応みたいな起こってる。もう脳みそが食べないでって、もうなんか無理。なんだろうこの感じ。気持ち悪くもなくて、お腹いっぱいでもないんですけど、食べたくないんですよ。なんだろうお腹空いてますよ、僕。なんで食べないんだろう、おかしいな。もういいや。え、どうしようこれ。こんなたくさん来ちゃったらマジで。まあ開けても開けなくても湿気っても、まあ栄養には変わりはないんで。多分乾パンっていうのは多分パンなんで、乾燥したパンっていう字じゃないですか。保存用乾パン、乾燥したパンなんで、保存は効くと思うので、ゆっくり。240枚。
枚なんで、1年弱かけて、1枚ずつ食べて、まあ、命を延命していこうかなって、今後も思っております。じゃあな。